第18試合は道の駅プロレスドームルチャ天国と題して行われます。まずは赤コーナーの3選手お話を伺います。シリュウ選手、この大きな大きな東京ドームでの試合というのが実現しましたが、いかがでしょうか。女子プロレスじゃないんですけど、自分の力をいっぱい出してですね、一生懸命頑張りたいと思います。はい、頑張ってください。さあ、そしてザ・グレート・サスケ選手ですが、この大会道の駅プロレス、最近ね人気急上昇ですけれども、このたくさんの前でいかがですか。はい、そうですね、この、初めてなんですよね、こんなにたくさんのお客さんというのはね、もちろんですが、そのこの5万人のねお客さんをもう一挙にね僕らのファンにしちゃって、いずれは道の駅プロレスで東京ドーム進出したいなという野望を抱いてますんでね、頑張ります。はい、頑張ってください。さあ、そして佐藤選手です。今日はどうですか。そうですね、東京ドームに出るだけで光栄なんですけども、今日は自分たち海援隊の、反撃さも出して今日は暴れたいと思います。はい、道の駅プロレスの世界を作り出してください。さあ、そして青コーナーの方ですが、セコンドの皆さんも勢ぞろいしてくださいました。まずはグランナニワ選手、今日の対戦ですけれども、この女子プロレスの祭典に戦うという意気込みは。僕がグランナニワです。赤い方たちなんですね。そしてスペルデルフィン選手です。いかがですか。毎度毎度、今日はやるで、東京ドームからの、見ろほら、東京ドームしようや。今日はちゃんとドームの入ってるんですね。読め読め、ここほら読んどけよお前。援助が一番ということですが、さあ、そして、新崎仁成選手もいらっしゃってます。いかがですか。ということで祈りを捧げてくださいました。そして、セコンドの皆さん、米源仁さん、かなり危ないですけどもね。そしてモンキーマジック選手です。いかがですか。キーキー。はい、そして後ろにもですね、高道の駅選手の姿も見られる。今日はセコンドということですが、いかがでしょうか。今日は東京ドームですで、全員集合して正規軍を潰しますんで、僕らも下で応援してます。はい、道の駅プロレスの皆さん頑張ってください。期待してます。道の駅プロレスドームルチャ天国、6人タッグマッチ、60分一本勝負を行います。青コーナー205番号グランナニワ、210番号新崎仁成、スーパーウルター級チャンピオン190番号スペルデル、赤コーナー平成海援隊200番号シリュウ、平成海援隊215番号佐藤
みちのくプロレス198パウンドザ・グレイト・サスケレフェリー天童田辺。さあドームに道のくプロレス初見参であります。ドームルチャ天国60分一本勝負シックスメンタッグマッチザ・グレートサスケ佐藤紫龍組対スペルデルフィン新崎人生グランナニワ組というねシックスメン、まあルチャの定番の定番なんですね。この道のくのね、まあ空中殺法四次元殺法ドームにはぴったりというふうに私も思うんですけれども、楽しみですね。はい、本当に。はい、まあこの試合は実は女子プロレスよりもルチャの方が好きなんじゃないかという噂のある、小川広報部長にも加わっていただきます。小川さん、はい、いやードームで道プロが見れるなんてね、もう嬉しくてしょうがないですね。本当にそうですよ ね、 いいすね。もう道プロのね、選手たちは本当に若い選手ばっかりですけど、はい、みんなハートのいいやつばっかりなんで本当にドームに出したかったんですよ前から、なるほど。いやそれにしてもまあルチャワールド、この5万人近い大観衆をねルチャワールドに果たして巻き込んでいくのかどうか、もうすでにデゼコールが起こらない何やってる。何はチャンジャーですけどもね、この6人タッグ東北でしか見られないですからね、はい、そうですね、はい、まあ一度後楽園ホールで実はやってるんですけども、その時は本当にベストマッチ、今今日ドームの初めて笑いというものがね巻き起こりましたけども、いやいや一服の清涼剤通り越してしまいましたねこれね。さあ紫龍対なにわ、まあ先方はいつもねこの両雄ということになるんですけど、さあまずはルチャのハイスパーダ、おお素晴らしい紫龍ドーム初見参。2年前の今じゃこのね道のくプロレスの選手たちが考えられないでしょう、この舞台に立つということはありえない話ですよ ね、 ね、まあ、旗揚げ当社100人200人100人をもう入らなかったなんていうね、そういう地道な、ね、やっぱり努力というものはやっぱり、自分のところの工場でも成功してますし、はい、こういったドームにも余裕がかかるって言ったら余裕があるんですけども、いやいや、まあそれは党の本人たちが一番よくね実感していることだと思うんですけれども、何はまだ16でしょ、17ですね、17になったばかりです。恐ろしい17歳です。恐ろしい17歳、最も老けた17歳という噂もあるんですけれども、ただこの若さでもうこんだけうまいですからね、すごい恐ろしいですよね。そしてこのドームでこんだけのレスリング、いや見とれちゃうんですよなんかさっきからドームのこの明るさとね、この照明が真ん中に集まるじゃないですか、うん、そこにその紫龍の毛のね毛つきの マスクがなんかもう妙に生えて、おっと起き手破りの神返しか、まさにルチャワールド、やっぱりみんな美味しいとこ取ってきます ね、 うね、そうですね、集中力ありますね、選手が本当に、私ね実は紫龍の好きなんですよ、はい、どんなところがなんかねひょうひょうとしてましてね、ひょうひょうと剣道的な味があるじゃないですか。まあ紫龍は何ですか、巷ではパクリの天才というふうに言われてまして、あもうちょっとでもいいなと思うとすぐというかパクるというよりも完璧に 120% マスターするというか 120% 自分のものにしていくというね、20歳かそこらですよね、紫龍も紫龍も早いですよね、いや本当にでも紫龍の運動センスというのは抜群ですから、よいしょ、あたりもねグランハマダ的なやつものなんですね、はい、あたりはもうこれはもう出ましたよルチャの、いやいやいやこのドームでねルチャのハイスパンが見れるとは僕は思いませんでしたけれども、誰だ、あさあ佐藤とそして人生が出てくるのか、新崎人生ですか、東京ドーム巡礼、斉藤さん、はい、新崎人生は11月21日から1週間ダブダブ、はい、ダブダブに行きますね、サイバーシリーズでいきなりデビューですから、すごいですね、すごいことになりましたよね、おっと実は私この佐藤選手の隠れファンで、いや佐藤は最高に上手です、超馬ですからね、また体がものすごいパンプアップですよね、なんか身長がなくて体が上半身が厚いところがやっぱり、おっと来た来た来た、あ出ました新崎人生、東京ドーム大歓声、おしとうだルチャドールですね体つきが、あ
グランロープからのサルトモルダーですよ。おっとラリアートを主導で返した。さあ胸板分厚いチョップ合戦からヘッドバット。おっと早くも場外か。お気をつけください。さあどうだ。おっと三角飛び。いやいやいや、三角飛びからのこれはもう佐藤の定番のね、見せてくれますね。トペコンヒーローに行こうかというところをなんとリング内にくるっと回転して、そうですね、相手が動いた場合と動かなかった場合で変化がつくんでしょうね、はい、さあ対照戦、今デルフィ出ましたけどね、はい、デルフィのマスクがこれ泣かせるんですよ。前女が1番って書いてあるんですよ、右側に前女があって書いてあって左に1番ですよ。これ小川さんの本と同じ書体なんですよ、はい、これはもう最高の私へのプレゼントじゃないですか。なるほど、小川さんももう感無量。ああもうこのデルフィンのねドロップキック、その場飛びというかの、スタンディングドロップキックなんですよね。打点がものすごい高いんですよね。サスケもなんか新日本のトリプルアーの大会に出て、はい、あんまり足の調子良くないみたいなんですけどね。どうやら左足の付け根を痛めているらしいですね。でも嬉しいですよね、こうやって出てきてくれるっていうのは、はい、おーおーおお出ましたよ、ケブラドーラコンヒーロー。これはデルフィンオリジナル。モンドリ打って場外に逃げていったサスケ。セニョールペルフェクト。これはいい、これよくあの今の場面よく写真になるんですよね。こういったもシャッターチャンスしか考えてないですよね。あさあ、いやでもなんか序盤戦ですけど道プロ導入は大当たりじゃないですか。でも一応全員出ましたねこれで、まあ、はい、顔見せが終わってに入りました、ね、この後何を見せていくか。さあドームで果たして支流が、あの支流ワールドに行くんでしょうか。さあ、あ、こちらはなにわの得意技フェイスクラッシャー。さあまだまだルチャワールド何が飛び出すか分かりません。なにわのエルボーですね、カニ歩き。いやいやいや、まさかドームで、おっとこれはこれはタイミングを外されて、あ、またタイミングを外されて、ずっとカニ歩きが続いているぞ。どこまで続く、どこまで続くカニ歩き。まさにトワイライトゾーンであります。お、お気をつけください。今度は支流が、いやいや、美味しかった。ドームのお客さんなんかあっけに取られてるようなね、見せてくれますね本当に。やはり女子プロレスとは全く一緒のものが入ってきた。この絡みいいですよ、この絡みも因縁なんですよね、あ、佐藤とデルフィン、まあ数々のね、佐藤が覆面を失ったあれですね、おまけに髪の毛も失ってしまったんですよね。なんか私はこの、おーっとすごい、ものすごいハイスピードのコルバタであります。サルトモルタルからもう速い、目まぐるしい、あっとケブラドーラコンヒーロー。佐藤なんか本当速い、速いルチャドールの体なんですよね。ルチャドールですよ佐藤、完全に、だからメキシコの選手やってもいい試合ができるんですよ、そうですね、上半身が鋭く発達してますしね。これまた因縁ですね。あ、これもありますね、人生サスケ。よいしょ、わあ素晴らしい。人生をドームで見るっていうのもまたね、映えますよね。ニールキックはサスケ、おっとこれは早くも、お気をつけください。先ほどからこう飛びそうで飛ばないこのじれったさが何ともいいですね。私はね、人生のですね、人柄が好きなんですよ。あ、変な話ですけど、寡黙で、まあ、寡黙って当たり前ですけど、はい、ほとんど喋んないですけど、ただものすごく真面目な好青年なんですよね、はい、脅威の新人ですよね。信じてたら失礼ですけど、じゃあね、あれですけども、なんていうんですか、斉藤さん、そういうのどうでしょうか、彗星の音が現れたルーキーなんですね、はい、この人は、はい、あ、見られる、これが見られると、いやいや、ドームで、わーい、あー、ドームでロープ歩き、ドーム巡礼、ドーム巡礼、ロープ歩きは何周行くのか、あと一周し、あ、死闘か、ここで死闘だ。もう東京ドームで感無量ですね、これが見られるというのは。
いやしかしね、女子プロレスのファンなんてのはこの道プロの試合なんかどういう風に見るんでしょうかね。いやなんか逆に道プロにも見に行ってもらいたいですよね。もうね、本当にこれ密行しに行かないとダメですね。お、今度は彼らの技術はすごいですよ。さあ、支流ワールドだ、支流ワールド、ロープを、魔術師のように使って、あ、さあこの辺はおっと、あーと同士打ちだ。あ、さあ来た来た来た、お、一本で立って、お、お、おーおーおー、来ましたよ来ましたよ。さあ、金ちゃんジャンプ。いや、ドームのお客さん大歓声。いや、みんなでもなんだかんだって知ってますね、この支流マジックを。お気をつけください。見とれてしまいますね今ね、本当に、おっと、今これは、あ、デルフィンがなんと、あー、アマレスの選手ですね、あれは。アマレスフランスの選手ですね。なんてことをしているんでしょうか、セニョールペルフェクト。これもいつものことなんですけれどもね、必ず試合前に会場の全女性をチェック入れるというこのセニョールペルフェクト。さあ今度は佐藤と何話だ、もう限りなく本場ルチャに近いというか、もうすでに超えているという話もあります。お、佐藤もルチャワールドで、お、ロープ走り、おっと、これは新ネタですね今のはね、ちょっと同士打ち。さあ、おっと、さあ今度はなんだなんだ、ああ、しかし今度はトールの体勢だ、ああ、同士打ちだ。おいしい、美味しすぎる。美味しすぎる。さあこの後は新崎人生、なんてお詫びをするんでしょうか。素晴らしい。いや、これをやられちゃもう文句は言えないぞと。佐島のなにわのチャンプもちょっとお手上げという感じであります。もうルチャの美味しいところ、道の君本物見に行くしかないですよね。ぜひ行ってもらいたいですね。私も見に行ったことありますけど、またもう面白いですよ本当に、味があって、でやっぱり彼ら激しいルチャもできますからね。はい、そう、今度はレフリーのブラインドをついて、デルフィン軍団が2プラトンの攻撃。おっと、サスケが、ちょっとね、ほら、イチャモをつけて、ああ、ひどい。なんと大切な股間に電気あんま状態であります。ああ、逆さずりで電気あんまだ。スペルデルフィンのマスクの真ん中にはドームの絵が入ってますよね。あ、細かいですね。おいしい。デルフィンは毎回、これ毎回というかビッグマッチのために、はい、デルフィン自身が相当のマニアだってことですよね。はい、自分は演出するのが好きですよね。はい、まあ、入場の目、おリックルードダンスをしたと思ったら自ら倒れ込んでしまった。何はさあ、人生と今度はシリュウ、うわ、ハイアングルドロップキック、その場飛びであの高さ、笑っちゃってると思いますね。セニョールペルフェクト、もうとどまるところを知らない。もう今新日マットでもね、ジュニアを席巻してますからね、この人は。やっぱりいいものはどこ行ってもいいということじゃないですか。そうですね。はい、やっぱりもう一回ドームがあるならば、また彼は出てもらいたいですね。素晴らしいですね。さあ、とどまるところを知りません、このデルフィンの何とも言えない小肉らしいパフォーマンスであります。最初サスケ選手とドームの話した時にですね、はい、もう自分たちはもうドームに出していただければもうギャラはいらないと、うん、そういうこと言ってくれたんですよ。なるほど。そういう心意気っていうんですかね、はいはい、嬉しいですよね。素晴らしいですね。おっと、
レフリーのテックが花手が。っていうのは本当に。今度は追い求めるとこういうものになるんでしょうね。うわすごい。打点がすごい。この人は本当にすごい。ものすごい。ドロップキック。今のはタッチが認められない。あテッドタラメ、あそして急所攻撃、あやりたい放題はデルフィン軍。あ大切なシリューにとってはね、非常に大切なあの部分を徹底的に攻めているこのセニョールペルフェクトであります。今フェイントでサソリガザミですか。いやレフリーが向いた瞬間というのがいいですよね。ないですね。この呼吸が素晴らしいですね各チーム。今ノータッチでどんどんデルフィングは変わっているんですけれども、完全に支流が捕まってしまった。あ来ました、来ましたよ、アームブリーカー、アームブリーカー。さあこれもデルフィングのお得意。さあ皆さん手拍子手拍子。さあ今度は佐藤の手も狙っていこうというところ。さあ来ました、来ました、アームブリーカー、アームブリーカー。また10回いきますか。さあ最後はサスケでしょうか、最後はサスケでしょうか。あ今度は出ましたよ、出ましたよ、まさにルチャワールド。もうこの辺りから完全にオチが見えてるんですけれどもね。でも美味しいですよ、もう分かっていながら笑ってしまう。まさにルチャリブレ定番って言うんですよね。定番中の定番。あまだ行ってしまった。全く気がついていないスペルデルフィン。おっと、あ、いやいやいや、まさかドームでこれが見られる、まあ、こればっかりですけれどもね。しかしところ変われどやってることは一緒というこのね、道のくプロレス。おっと仲間割れか。お、なんとなんとサスケ聖騎が、なにわがなんと駆け足で、あいやいや、ちょっとあの定番段差高くなってますからね、あそこつまずいてしまいました。いやいやいや、なにわ、お、あと熱い続けで指定愛ですね、うわしの指定愛ですか。いやいや、ちょっと口を押さえてますけれどもね。デルフィン軍どうやら仲間我は避けられたようであります。さあ早いところこれは試合に戻ってほしいという気がしてきましたからね、そろそろね。さあどうなるんでしょうか。どこで終わったんでしたっけ、シリュー選手がまだいない、ね、そうですね。ちょっと誰に権利があったかもうちょっとよくわかんないんですけども、でも場外に出たらあれですか、あのタッチになるんですよね。そうですよ、そうですよ、はい、ルチャリブレですからね、6人タック。あーこれは同士打ちだ。さあ今度は佐藤対デルフィン、打点の高い。さあ出るの、あこれは惜しい、ちょっと見たかったんですけれどもね。お、さあ今度はサスケが飛ぼうというところ、今度は逆サイド、うん、今度は最後は死んだけ人生だ。さあ、あー人生が飛ぼうというところ、うまくフライングボディアタックで支流、おお、かわすがけですか今のは。さあ今度は場外で、手前ではセニョールペルフェクトと、そしてグレートサスケ、ワロープロハンドオーリしての喉輪落としカウンターブレイ。支流と人生リング内、どうやら、あテルフィン軍のこれも定番の匂いが今プンプンとしてるんですけれども、さあ今度は林平チームが入ってきて、あ逆に逆に逆に攻めていった、逆に攻めていった、なんだかよくわからないけど。さあそして出ましたよ、出ましたよ、一番美味しいところ持ってますね、一番美味しいところ。さあ何をするんだ、何をするんだ、中にススッと、おっと中に入れない、中に入れない、中に入れない。さあもう一周して、さあ中に入ってカウントが入ります、ワンツーどうか、おお、いやいや、あら、あわやトリプルフォールかというところ。さあ出ました、
三連弾の浦勘七。綺麗ですね。さあカウント3ですね。カウント2ですけれども、3人全部一緒に。まずは紫龍か。紫龍が飛ぶか。紫龍が飛ぶか。あ、セカンドロープから。お気をつけください。素晴らしいプランチャーであります。あのシルバーキングのね得意とするプランチャーですけれども、そしてなにわも青コーナートップロープからプランチャー、そして佐藤はおーこれ1回フェイントを入れてキックを入れて、おスペルアストロ式ですね。あートッペアトミコ、はい、アストロ式で垂直落下式のね、はい、アトミコですね。あーそして今度はニュートラルコーナーから、さあリング内に戻っているのはザ・グレート・サスケだ。東京ドームでラーケブラーダが見れた。素晴らしい人生が出てきましたね。人生が、あ、人生が、人生もいましたね。人生が飛ぶんですか。リング内人生に注目してください。おおすごい、おお、あーこれもう拍手もんですね。人生が飛んだサスケのラーケブラーダ、まあちょっと今ね痛めている、左足を押さえていたサスケ気になるところですけれども、リング内は紫龍とセニョールペルフェクトであります。ああとこれはデルフィンの殺人フルコースか。スイング DDT だ、スイング DDT だ。そしてこのまま東京ドームで高中とデルフィンクラッチを宣言するのか。これが見られるんですか。セニョールペルフェクトのデルフィンクラッチを、お佐藤がカットに入った。こういう展開ってのはあまりないですね。初めてですね。もうあのパターンになったら完全無欠のデルフィンクラッチだったんですけどもね。ダブルでロープに振ってドロップキック。さあこの2人平成開演隊、おおすごい、いやいやいや、トペコンヒーローの乱れ打ち。そしてこちらではスマン式のドロップキック、カウントどうか。あカウント2、目が離せない6人タッグマッチ、どこで何が起こっているか。いやーもうフィールド全てにね目を張り巡らせないといけません。さあムーンサルトアタックはカウント2。あーこれか、フィニッシュはサンダーファイヤーパワーバム、カウント3。面白かった、やってくれましたね。あー素晴らしかった、涙が出そうだった。いやいや、それにしても佐藤と紫龍のダブルトペコンヒーロー、もう完璧と言っていいですよね。そしてフィニッシュは大昇格のザ・グレート・サスケがサンダーファイヤーパワーボムでグランナなにわを仕留めた。まさにこの東京ドームがルチャ天国と化した6人タッグマッチでありました。小川さん、はい、どうですか。いやもうプロを呼んで、ね、素直な気持ちでありがとうって言いたいですね。そうですか、はい、楽しかった、素晴らしかったですね、はい、いやこの東京ドーム6人タッチの妙利、まさにメキシコの風をこのまんまこの東京ドームに運んできてくれた、この道黒の6人に惜しみない拍手送りたいと思います。あ今ちょっとおひねりが飛んでますよ。そうですね、なんと東京ドームでおひねりが飛ぶとは思いませんでしたけれども、勝ち名乗りを受けた一票トリオがドーム大観衆満員のお客さんに高々と手を挙げて今花道を引き返そうというところであります。今日の第18試合道のプロレスドームルチャ天国60分一本勝負がザ・グレート・サスケがグランナニワを見事サンダーファイヤーパワーボムで下した一戦でありました。復習といたしまして、札幌ビール飲料株式会社様より札幌途中茶1年分が贈られます。道のくプロレス同士の対戦、勝ちました赤コーナーの3選手をお呼びしております。どうぞこちらへ。おめでとうございます。まだ、ね、肩で息なさってますけれども、はい、紫龍選手、はい、さあ本当にもうドームが道のプロレス、はい、一色に染まってしまったような感じしましたけれども、
久しぶりに東京に帰ってきたんですけどね、いきなり東京がドームだったんですけどね、緊張しましたね。でもみんな喜んでくれたようで、本当に嬉しかったです。はい、おめでとうございます。さあ、そして佐藤選手、もうちょっと中の方にお願いします。はい、まあすごい汗ですけれどもね、いい汗ですね。そうですね、いや気持ちよかったですよ、こんだけお客さんの前で、思いっきりプレーできたんで。また受けましたね。そうですね、ありがたいですね。はい、本当におめでとうございます。ありがとうございます。そしてザ・グレート・サスケ選手ですが、はい、足ちょっと痛めたような感じもあったんですけど大丈夫でしょうか。実はもう先ほどといのある試合で、骨折に近い状態だったんですけど、もうなんとかね頑張ったんでね、勝てましたんで。もう本当にね、道のプロレス出てよかったなという感じしてますが、そう思っていただけるだけでも本当に僕らは幸せです。今日本当に前女さんのね、こういう記念すべき大きな大会にもう花を添えるという意味で、ちょっとお祭り騒ぎ的になったんですけどね。でもまあ本当に今日は花を添える役目で、頑張ってみましたんで、もし道のプロレスね、気に入ったお客さんいましたら、ぜひ今度は東北の方まで足を運んでください。相当なお客さんがね、気に入ってくださったんじゃないかと思います。道のプロレス本当に素晴らしい試合でした。まあ今日は負けてもうたけどな、まあこういう大きな会場で、東京ドームというこんな大きな会場でやらせてもらった前女さんにすごく感謝してる。その感謝の表れがこれや。まあ今日は負けてもうたけど、まあそれなりの道のプロレスのこの東京で、東京ドームで見せてたことはまあ満足してるしな。なんか今日から与那源人さんが復活しましたが、どちらで見つけてるの？これか、これはな、宮城県の山を探してたら沼があったんで、沼の中からちょっと発見した。また選別に復帰させる。今日があれやったから、12月の11日から、次の試合が俺たちはそれだから、それに復活さす、これは。またテレビ軍団の元のメンバーに。これでな、6人いるから、もうサスケに率いる道のくプロレス軍団はダメやもん。俺たちの方が上やもん。このメンバー見たら分かるやろ。おい、聞くか、なんかあるか、おい、なんかあるか、おい、ないんか、おい、なんか、ないんや。東京ドームという会場でやった感想を。そうやな、やっぱり広い。広いからな、道のくプロレスでやるときはいつも少数人数やからな。まあ200人、300人の世界やから、だからこう、子供とかと分かち合えてできるプロレスできないけどな、今日はあんまり広かったんで、まあ広いなりのプロレスを今日はやったと思うしね。会場に汗だ、今日は汗だプロレスやったから。